こんにちは。今日ご紹介するのはですね、はい、スズキのカプチーノ。お、カプチーノですか。言わずと知れたあのカプチーノです。はい、年式が平成4年、はい、グレードが4ウェイオープン、オープンカーですね、はい、もご存知だと思います、はい、走行距離が、11万3000キロです、はい、そして車検は受けてお渡しします、はい、このカプチーノいろいろとパーツが付いております、はい、外装から、はい、ボンネットが FRP のエアロボンネットになってます。そうですね、ダクトが付いてる、はいはい、なんか金網がありますよね、はい、でフロントバンパーも車外、はい、これは写真でご確認いただければと思います、はい、そしてアルミがボルクのボルクレーシング、はい、アルミで TE37 のタイプですね、はい、でフロントのタイヤサイズが165、はい、でリアが195で15インチです、はい、イケーサイズですね、イケーサイズですね、かっこいいですね、かっこいいですね、で車のカラーがサテライトシルバーメタリック、はい、はい、まあ定番の定番ですね、はい、色ですね、うん、であとは四輪ディスクブレーキ、これも、はい、ね、まあ、平成4年当時としてはあの、はい、画期的というか、まあ、軽自動車には、まあ、そんなについてないですからね、四輪ディスクですよね、はい、そして内装、はい、ハンドルがモノステアリング、はい、まあ見ての通り赤のですね。で、オーディオがこれがもうデジタルメディアプレイヤーだと思います。CD がついてないんですね、はいはい、ですのでこれはですね USB こういうふうに挿してもうちょっとこっちで書いて映んないです、挿して使ってもらう、はい、タイプになります、はい、あとはターボタイマーがついていたり、はい、この乗ってるシートなんですが、はい、本来は革調シートなんですよ。ああ、そうでしたね。でも破れるのです、はい、後期のリミテッドのシート2脚変えてます。あ、これいいですよ、はっきり言って、うん、革の分は正直こうやっぱり年数経ったりとかですね、はい、劣化が激しいですし、夏は暑く冬は寒い冷たいシートっていう、はいはい、うん、確かに肌触り座り心地いいですね、はい、であとタイミングベルトは一度交換されております、はいはい、あとマフラーも変わってる、そうですね、車外のマフラーに変わってますね、はい、結構ダダッと言ったんですが、いろいろついてますね。そうですね、まあ詳しくはカーセンサー当店、はい、ホームページで見ていただけると思うんですが、はい、まあ、乗った感じもブーストもよくかかってますし、まあ、はい、エンジンは至ってノーマルなんで、エンジンミッションは、ね、はい、だから、まあ、ノーマルでこう快適に乗っていただくもよし、そうですね、まあ、これをベースにチューニングカスタムしていただくのもいいんじゃないかなと思います。まあ、一点フロント側に修復歴があるんですが、はい、今乗った感じ特に、そうです、まっすぐ走りますし、ね、はい、嫌な、イオンとか、はい、まあ、ハンドルのブレとかそういったものもありませんので、ね、まあ、足回り等もやっぱり年数相当のもんはありますけど、その、はい、乗れないような感じじゃないですし、そうですね、はい、まあ、このサイズで FR でターボ、そうですね、ミッション、はい、まあカプチーノの醍醐味は醍醐味ですね、うん、そこですからね、まあ今や、はい、もう希少な車というか、好きな人多いですからね、カプチーノ、はい、ミーティングされてるとか、そうですね、 ABC ミーティングとかありますからね、熱強い、熱強い、平成4年式ですからね、そうですね、21年前の車なんで、うん、はい、お世辞にもその最近の車のような、うん、まあ、例えばパリッとした感じとか綺麗さとかっていうのはないです、
ないですけど、はい、平成4年式かと思うほど綺麗ではあります。そうですね、フロント周りも、そうですね、外装も、まあ当店の方で補修したりもしたんですけど、はい、あと内装とかも丁寧に使ってあった雰囲気は十分ありますけど ね、 だからこのままお買い求めいただいて気持ちよく乗っていただける状態ではあると、はい、はい、で下手にこうそういう車もいいんですけど、あの下手にいろいろパーツついてたりですね、はい、たくさんチューニングしてあって、はい、ただまあエンジンとかミッションがしっかりしてないと意味がないんで、まあそういった面でも、まあ、ベースとして考えれば、はい、安心しての乗ってもらえる車じゃないかなとは思うんですけど、ですね、はい、あの昔懐かしのブーストが効くとですね、メーターのところに、はい、ターボのマークがついたりとかですね、はいはい、演出があるわけですね。僕らなんかちょうど、はい、20歳の頃ですからね、平成4年って、はい、懐かしいばっかりですけど、うん、憧れのカプチーノですから。剛性もいいですよね、車体剛性。そうですね、しっかりしますよ、はい、まあ、大人2人ぐらい画体がでかいのが乗って、まあ広くはないんですけど、まあ、タイトな感じが程よくあって、うん、まあこれは春先とかオープンしてもらってですね、はい、そういうオープンエアを雰囲気を楽しんでもらうのもまたよし、はいはい、そういう車じゃないかなと思います、はい、これは試乗できますか。はい、はい、まあ何がどうって希少なんでね。そうですね、本当。まあ日明かしでもいいんで見に来ていただいたり、うん、問い合わせいただいてですね、はい、まあ、その中からご検討いただくのもまたいいんじゃないかなと思いますんで、はい、ぜひ一度そうですね、ご検討いただいてご連絡などいただければと思います。はい、じゃあいいですか。はい、はい、ありがとうございます。